こんにちは、たけです。50代の男子がおしゃれ上級者を目指します。ある日男子がおしゃれ上級者になれるかっていうチャレンジですね。YouTuber の MV さんをから学んだことを、消化して自分なりに、おしゃれ上級者を目指します。今回はこんな感じですね。一応まあいつも通りパトリックですね。パトリックと、これはアシックスやったかな、アイアスやったかなの、ねえ、靴下ですね。で、これが、ナノユニバースのパンツですね。で、まあ、上がユニクロで、で、時計が、シーズンですね。で、メガネが、ゾフやったかな。こんな感じですね。まあ、今回のポイントは、やっぱ靴下っすよね。靴下ですね。今年はね、ちょっと白系の、今度もちょっと白系の靴を買うんですけど、白がちょっと最近ちょっと白色が好きになってきたんで、まあ結局ね、前までは白買う時って、汚れるから白が嫌やったんですよね。でもね、考え方変えて、ある時今回思ったのが、要は汚れない所作を身につけようっていう感じですよね。だから、汚れないように動けば、汚れもマシになるじゃないですか。それなので、それに、できるだけ汚れへんようにするってことが、例えば、いろいろスプレー振ったりとかしていったら、多分汚れにくくなるんで、やっぱ、年いったら、それ汚れない所作っていうのをちょっと身につけたいなと思って。そういうちょっと白をね、ちょっと今回、今季と白をちょっとメインに買っていって、ちょっと、切れ着ようかなと思ってますね。まあ、で今回は、あともう一個はこういう、こうですね。ポイントで、この全体のバランスのところに、少しこういう靴下のポイントを入れるのを、ポイント、例えばオレンジとか、ここに巻いたオレンジみたいな、とかイエローとかブルーとか、ちょっと派手なやつをポイントで入れようかなとは思ってますね。そうすることでちょっとおしゃれ感が出ると思うんで、まあ帽子とかもあってもね、いいですし、こういう、あと時計とか、これはミサンガとか系でもいいかなと思いますね。あー、でもおしゃれは楽しいっすよ。この年でね、おしゃれ好きなのと思ってなかったんで、まあなんとかね、ちょっと、まあだんだん年いったらね、顔不細工になってくるんで、ちょっとでもかっこよく見せてたらなと思いますね。そしたら、50代男子がおしゃれ上級者を目指します。タケでした。よければチャンネル登録、いいね、お願いします。